コンンビニ大手ののローーソンが画面上の分身、アバターを接客に導入します。同じ商品を2回スキャンしてしまったんですが、どうしたらいいでしょうか、はい。商品名の左側に取り消しという赤いボタンが出ていると思いますので、そちらを押してください。このようにセルフレジの使い方もアバターを通じて教えてもらうことができます。 ローソンはアバター事業を手掛けるアビータと協業して、アバターによる接客を店舗に導入していくと発表しました。客の困りごとへの対応や商品の説明などを想定していて、11月に都内にオープンする予定の未来型店舗、グリーンローソンに実験的に導入します。2023年度には東京・大阪の10店舗に広げ、2025年度には 全国500点規模ででの展開を目指すす。とということですオペレーターは離れた場所からでも対応でき、声や見た目も変えられ新しい働き方が実現できるとしています。